はい、こんにちは。TABG、今回もやっていきます。前回ね、なんか1位になっちゃったんですけども、あれ、なんか蜂蜜下から出てきたとか言ったっけ？あれ、マグマだね。ファイナルショーダウンって言って、範囲が一番狭くなった後は、低い位置からね、マグマが湧き上がってきますので、それに、ね、当たらないように高台に逃げて、最後まで戦うみたいなルールらしいですね。さあ、今回また、インダストリーに行って武器を集めたい。ということでね。お、結構アスレチック、人が多いですね。あ、ここ面白そう。まあ、あそこのね、インダストリーに向かって飛んでみましょう。さあ、行け。このなんか、パラシュートを使わないで地面に突っ込むあたりがなんかね、センスがいいですね。届かない。届かないな、この辺でいいや。ここに、ドーン。ひどすぎる。まあ、ゴム人形だからできる系統か。お、ヘルメット。ヘルメット使って。お、なんだ？違うか。お、なになになに？お、なんか殴られたんだけど。なんかいるよ、後ろに。怖え。やめてや、ほんとに。もうこんな感じで逃げてんだ、俺。うわ、ついてきてる。確か G ボタンを押すと。こんななんかノリのいい感じの音楽をね、自分から発信することができるんですよ。さあ、インダストリーが見えて、さっき言ったやつ、どこだ？あ、横行ってますね。さあ、早速、武器を見つけて倒しに行きたい。あ、あっちの方行ったね。結構、ここ、端の方にも、武器が多くて、レッドドットサイト。よくわかんない、弾。はい、これ、グレネード。あ、登れない。これなんか、結構、こういうとこにあるんだよな、ものが。ちょっと家の中入ろっか。家の中から入って武器を集めていきたい。弾と、この緑のね、これ包帯ですね。ちょっと上乗りたいんだが。乗れねえか。さあ、この木の板から移って。なんかわかんない。弾？銃がね、まだないんで、銃が欲しいところだが。この辺なさそうだな。あ、剣。サーベルですね。海賊の。海賊サーベルをゲット。さあ、隣の家に乗り移って。また弾。これはなんだ、メディキットか。メディキットを取っていく。弾。お、なんか、ベスト。包帯。やべ、武器が、お、あれは AK じゃないですか。これだね。これ強いんだよね。さあ AK 使っていく。おお、待って、さっきのやつか。びっくりした。めっちゃ武装してんだけど。おらー、なんとか倒していく。すげえびっくりしたんだが。なんかいるしね。うわ、ウージー。お、あれスカーじゃん。スカーですね。あ、こっちの方が多分、レベル3か。どうしよう。ウージーの方がいいかな。スカ、あ、25発なの、これ。もしかしてヘビーの方。あ、ヘビーだね。マークスマンライフルですね。で、このスプリンターグレネードと AK2 レッドドットサイト。ダイナマイト。熱いね、ダイナマイトとか。12ゲージってショットガンシェルでしょ？いらないな。で、7.6ミリがあればいいか。あ、なんか火ついてる。大丈夫なの？あれ。さあ、いい感じ。範囲の中にもいる。さあ、バンドエイジを使って、完全回復して。いいね、この AK にレッドドットサイトって。AK にレッドドットサイトつかなくね？つうか。アタッチメントとか、つけれる銃ではないんだけどね。
まあいいや。さあ、マック10。イングラムと AK を使って、今回、勝ちに行くぞ。ん？なんかなんだこれ。ちっちゃ。お、弾。トンプソンって 45ACP か。いらない。レーザーサイトがあのちっちゃいやつ。これは意味あんのかな？まあ、レーザーサイト本来の使い方を。おっと、範囲が外れてしまった。なるべく早く移動しておきたい。これ9ミリかな？ 7.6 ミリか。逆。逆だな。ちょっと待って。一応9ミリの弾を。回収してまっすぐか。おメディキット残り13人か。結構アイテムたくさん落ちてますね。なんか1回目に行ったシティ、あそこほんとアイテムなかったんだよな。お、なんか、やっぱ壁際結構いろいろあるな、ここの。弾でしょ？これ何？ M14。あ、こっちの方がいいか。まあ、弾ちょっと共有なんだけど。あれ？共有だっけ？ M14。もうわかんねえや。あ、でも 7.6。6-2 だね。あと3位がもう迫ってきているので急いで移動していきたい。家の中か。家の中ちょっと見ていくか。何もない。もう取られてっかな。探索済みだね、この感じは。家の中結構アイテムあるはずなんだけどね。お、奥に家が見えますね。あ、ヘリコプターある、ヘリコプターある。ちょっと待って、すげえ、ヘリコプターなんてあんの。バトルロイヤルゲームにヘリコプターですか。いいね。あ、まあ、つい撃っちゃったけど勝てる気がしない。ヘリコプターあんのか。なんだこれ、サボテン。何これ。お、 N の方から銃声が聞こえてきた。こっちが撃たれてる、もしかして。ちょっとまだあんまり戦いたくないんだよな。逃げよう、ひとまず。しかもここ未探索だし、結構範囲ギリギリなんだよな。まあ、ギリギリ攻めてっか、今回は。思ったより円の縮むスピードが遅いんでね。もう迫ってきてから逃げるとかでも良さそう。お、剣が落ちている。あ、ちょっと待って。剣より AK。おっと、ちょっともう、やばいな。あ、なにこれ、なんかサボテンのやつってこれアーマーなの？しかもレベル5アーマーって書いてんだけど。めっちゃ硬くなってんじゃん、もしかして俺。最強のアーマー。まあ、レベル何本まであるのか知らんけど。レベル2ヘルメット、レベル5アーマーだって。アーマーなのかよ、これ。おーっと、落ちてきた。さあ、次の範囲はどこになるか。やっぱダイナマイトをね、一回投げておきたいんだよね。
家の中軽く見て何もない。この辺はもう探索済みってことかな。さあ残り11人で、リングプロセス、プログレスが終わって、50秒後にまた縮まると。今んとこ視界には敵はいなさそうだな。あ、結構外れた。ちょっと待ってよ、これ。急がないとまずいな。よし。前方から銃声が聞こえてくるよ。残り11人。お、10人。今ので決着がついたか。めっちゃ撃ってますね。お、9人。なんかアイテムないかな。ないか。あー、なんかちょっと、左の方、上の方から攻めていきたいな。先頭は、なるべく、避けようか。このね、このゲームの射撃難しいんだよね、なんか。ふにゃふにゃしててさ、当たる気がしないんだよね、遠くだと思う。全然。狙う側もふにゃふにゃしてるから、もうこの、今見たもん、横にブルーンってなって。ひでんだよ、俺、ほんとに。動きながらの射撃ほんと難しいかもしんない。やっぱ近距離でばらまく方がいいな。あんまり、お、二人確認。お、戦ってる。二人だから二人と二人で戦ってる感じかな。さあ、その戦闘横目に私は安全地帯へ、さらりと逃げていく。やっぱ AK だな。AK だけで頑張ろう。さあ、範囲のモノリスが、ゴリゴリと近づいてきてるよ。あ、家がある。あの辺にこもるか。今回あれだな、あまり遮蔽物がない感じになってきたな。お？で、なるほど、こういう感じのフィールドか、今回は。どうすかな、後ろいる感じはしないんだよな。やっぱ奥には絶対いるんだよな。さあどうする。あまり動きたくはない。残り 6人か。しかもそう、これね、なんかね、デュオモードらしくて。しかもね、ソロとデュオも同じ風にマッチングしちゃうんだよね。だから結構二人相手だときついんだよな。いやー、奥から銃声するが、あまり相手にしたくはないんで、逃げていく。お、結構いいヘルメットっぽい。さあ、家の中に隠れようかな、とりあえずは。やめよう。もう行こう。時間、範囲も全然違うしな。ちょっと今回範囲にあまり恵まれていない気がする。いや、これ使って勝ちたいよね、ダイナマイト。すげえレア武器っぽい気がするんだけど。お？ SE。 あー、ちょっと待ってよ、範囲が縮まってきたな。いや、向かおう。4人。じゃあ3人で戦ってるってこと？2対1か。1対1対1、1対1対1の全員敵か。お、3人になった。
で、銃声が止む。うわ、これは2対1だな。あ、つか、いるし。うわ、パーティーか。リオ組んでるよ、あそこ。まずい。つか、あの2人倒さないと、終わんないってことだよね。ダイナマイトオーブン投げに行く。おるわ。あ、ダメだ、全然。もっと手前か。今度こっち。スプリンターグレネードを、投げていく。ちょ、待って。ちょ、待って、待って。バレた。完全にバレた、今。位置が。完全にバレてしまった。どこだ？おーっと。ちょ、待って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 。ほら。撃っていく。うわ、あっちにもいるし。まず。ちょっと待って、どうしよう。回復。メディキットで回復していく。こういう時の補服。さあ、で、出てきたやつを、やれ！よーし、倒した！一人やったぜ。ダウン。さあ、味方が？助けに行ったか？ちょっと一回隠れよう。で、上乗りたいが乗れない。いた！お前！お前だ！おーし！倒した！二人パーティー倒して勝ちですね。トータルキル2ってこのパーティー倒して終わり。はい、そんな感じでね、ドンカツって言うんですか、こういうの。いや、結構狙いにくいんだよね、やっぱりあれ。奇跡だわ。